激アツ大将のギャンブル人生アナゴビッチ。はい、大将です。今日は、鹿島町になるんかな、焼きそばたぬきさんにお邪魔しております。まあ場所的にはね、まあ平和通りのモノレールから田舎の方に行ったら看板が見えてきます。調べてみてください。メニューはこんな感じ。焼きそばがもちろんメインですね。焼きそば、月見焼きそば、マヨ焼きそば、青じそ焼きそば、スタミナ焼きそば。なんかネットとかで見たらね、マヨ焼きそばとスタミナ焼きそばが美味しそうだったので注文してみました。あとね、餃子8個。これもね、ちょっと美味しそうだったので注文してみました。平たく、なんか小さくこう、なんていうかな、ちょっと棒みたいな感じになってて、4枚セットが2つになってましたね。これがマヨ焼きそば。マヨ焼きそばはね、ちょっとね、2人でシェアしようと思って大盛りにしてみました。手前がね、スタミナ焼きそばですね。これ美味しかったですよ。なんかちょっとピリッとしてね。ニンニクの、なんかな、ニンニクパウダー的なやつが入ってて。ね、すごい、スタミナがつきそうな、ね、味ですね。はい、完全にマッサージ焼けで、もう寝起きの顔をしております。すいません。顔になんか線いろいろ入ってほしいね。とりあえずね、マヨ焼きそばをね、ちょっと一口いってみたいなと思います。これは美味しいって言うんじゃないでしょうか。美味しい。はい、どうも。はい、どうも。男らしく言ってほしいですね。もうちょっとね。焼きそばなんやけど。わー。いたー男らしく言っちゃうやん。言っとるわ。いっと。大将一丁。47歳の初老が頑張って。恥ずかしくないんでしょうか。言っとります。はいはい、どんな感じでしょうかね、これね。美味しいって言うんじゃないですか、これね。美味しいね。あんた寝ぼけた顔でね、ふざけたらいけませんよ。バイバイやないん。ほんでね、まあ結構量があるから途中でね、味変するのもいいんではないかということで、こうね、紅生姜と味変ソースまでね、ご丁寧に置いてくれております。やっぱね、マヨ焼きそばの方はね、大盛りで頼んだんで、1.5 倍ぐらいあるんですよね。やっぱずっと食べよったら、同じ味でちょっと飽きてくるかなということで、こうね、紅生姜と、ね、味変ソースですか?をかければね、またガラッとちょっと変わってね、食べやすくなりましたよ。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ね、お値段もね、お手頃なんでね、ぜひ行ってみてください。小倉の方はですね。それでは、大将でした。また。